はい、今回はですね、ケンウッド、こちらのコンポの、修理動画の方をやっていこうかなと思います。前回は治ったと思ったんですけど、結局ちょっとテストをしていくと、たびたびチェックディスクがやはり出るということで、何ら治ってなかったんじゃないかなと、自分の中は思ってるんですけど、回転はこうするようになったんですが、やはりチェックディスクが出るということで、レーザーピックの、寿命なのかなというところで、そのレーザーピックをこう購入して交換動画でもいいなと思っていたんですが、ちょっと別撮りしようと思っていたコンポ、こちらの方の機械が手に入りまして、それの、CD の、装置の部分を、入れ替えて、で、前回の引き続き、関税体にしていきたいなと思っています。で、今回購入したこちらの方は、1000円で購入したわけなんですが、基本的に動くということですが、表示パネルが何も表示されないということで、格安で売られていたわけなんですが、それであれば、CD とか、そういった、中の基板は生きているということを、狙って購入したわけなんですが、そちらの方どうなるかっていうのをちょっと、今日はやっていきたいなと思います。基本はこれをばらして、こちらの方に CD の部分を直していくと。で、こちらの方は、壊れた機械になるんですが、こちらの方もまた今後ですね、修理できる部分は修理していきたいと思います。それでは、今から、開けていきます。開封の儀。スピーカーとコンポ、よし、開封の儀、違うわ、開封の儀やったんや。全く同じ機械になるのかな。多分同じ機械ですね。まず通電はすると、通電してる、通電がするかどうか、あれ、今赤く光りました。で、今多分ついてるんだと思うんですけど、電源が落ちたっぽいですね。これで電源が落ちました。スタンバイモードと、で CD、 多分これで、やっぱり問題なく動いていると。とはいえ、ここの表示がされないよと。ちょっと一回再生をしてみたいと思います。再生されてるか音で確認するしかないですね、これ。動いてますね。だから一旦はスムーズにやはりこちらの CD は生きていて動くような気がしているので、ちょっと何枚かですね CD が問題なく動くか見てみます。トックの読み込み時間もそんなに長くないので、レーザーはそれなりに生きているのかなっていう感じですね。レーザーが弱ってきたらトック読む時間もちょっと短くなるので、その辺がちょっといい感じかなというところで、まあ、一旦ちょっと開けて、でできればちょっとこっちと、入れ替えていきたいなと思います。こちらの方はどんな現象かというと、これを入れて、でずっと読み込もうとしてるが、ここで読み込めていないと、こういう現象が出ていると。で今やっと読み込めたみたいな感じになっていて、まあ読んだらあとは再生するんですが、とっく読み込みがやっぱ時間がかかるということで、まあ、レーザーピックの方がちょっと弱ってるなっていうところが、ありますので、まあ、一旦レーザーピックを取り戻すと、まあ、取り替えるっていうことも一つのやり方なんですが、こちらの機械とちょっと入れ替えて、まずこちらの方をちょっと使えるようにしていきたいなというのをちょっとまず優先でやるので、こちら開けて、で取っ替えていきたいと思います。はい、それでは開けていきます。タバコ臭いよこれ。タバコ臭い。はい、缶ですね。こちらを取っ替えていきたいと思います。これがまたくっついてるので嫌な感じですね。これはまた取らないといけません。破らないように注意がこれは必要ですね。よし。よし。で、こちらですね。はい。ちょっと臭い。ちょっと綿棒でまず拭いとこうかなと思います。ちょっとですね、油をさしとこう。ちょっと綿棒で拭いていきます。装置を付け替えましたんで、一旦あれ開かへん。この状態でちょっと開けてみます。はい、開きますと、はい、これでもう一回ちょっとつけてみます。あれなんでちょっと CD の方を入れて引いていこうかなと。はい、問題なく再生できてるっぽいですね。で、はいはい、それではですね、まあ再生すると。で、なんかちょっと吸ってる音がするんですよね、これ。これがちょっと気になるんですが、ちょっとそれだけなんでやろう、どこでまあなんかカスカス音がするのがちょっと気になりますね。ノーディスク。なんで？あれ？なんかおかしい。ん？なんで？あ、いけた。はい。それではもうこれで閉じたいと思います。ちょっと CD がカタ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 言うのがちょっと嫌なんですけど、まあまあいいかなと。音楽聴いてたら聞こえないですしね、その辺は。だからいいかなと思いました。はい。回ると。で、再生もできる。あとはですね、ちょっと数枚、何枚かちょっとテストして問題見とこうかなという感じです。はい。で、再生。これ iPod って何のは何でかな。はい、大丈夫ですね。はい、それではですね、今回はこんな感じで、まあ、無事写し終えたというところで、一旦ですね、まあ、この機械は完全体になりました。はい、セルになりました。だから、これで、本日は、終わりにしたいと思います。で、まあ、こちらの機械ですね。もう一台。これをちょっと、まあまあ、ちょっと見ておこうかなと思うんですが、ちょっと時間があったらやっていきたいと思います。こちらの方は一応、無事、全てが治ったという感じになりますんで、まあ、こちらの方は一回、私のまあ、リビングに置いてちょっと使っていきたいなと思います。まあ、末永くちょっと使っていこうかなという感じですね。で、この姉妹機種があるんですが、姉妹機種になるやつはここが何て言うんですか、レバーになっていて、レバーっていうかこうなんか動くような、360度動くようなこうレバーで上下右左と動かすんですが、ちょっとなんか斜めになるとこのスキップできなかったりとか、左もちょっと斜め下になるとダメだとか、なんかちょっと操作性がちょっと弱いというのがありまして、こちらのはちょっと改善されてるんで、ボタンになってるんで確実にこう、まあ、押せると、まあ、ちょっと下になっても別に問題ないような感じで動いてくれるんで、操作性がこう格段にこう改善されたという機械になっていて、まあ、私はこの機械好きになりました。で、 SD カードもこの2枚させるんで、まあ、充実した音楽ライフっていうものをちょっとこちらの方に入れて楽しめるかなというところと、あと USB ですね、まあ、こちらの持ち運びに対応できるようになっていて、まあ、どこで、仕入れた音楽でもここで一発聴けるというような形になっています。で、あと CD もまあありますし、で、ヘッドホン、まあまあいい感じで使いやすい機械かなというところで、はい、ちょっと使っていこうかなと思います。はい、それからちょっと時間があるので、こちらの方ですね、まあ、CD は壊れていると、まあ、チェックディスクが出るやつなんで、また時間がある時にこのレーザーピックをちょっと購入したいなと思います。で、新品に変えることでおそらく読みが良くなるんじゃないかなというところを期待して購入しようかなと思うんですが、こちらの方の機械がどうも操作パネルが何も出ないと、今ちょっと電源を入れてるんですが何も出ないというのがあって、ちょっと揺らすと映らへんかなとか思ったんですが、出なく、どっかがやはりおかしいのかなというところで、まあ表示パネルの問題っていうのがこちらの方はあります。で、まあ表示パネルの問題でちょっとと疑わしいのがやっぱりですね、こちらのハンダ割れですね。ハンダが経年劣化して割れてしまっているというところで、表示パネルが映らないっていうのも、何回か聞いたことありまして、まあ、ハンダの問題、まあ、劣化によるハンダが取れてしまうとかっていうことがあるみたいです。まあ、こちらの方を見てる限りは全然わからないですね。はい、全くわからないです。はい、そのコンデンサーの問題なのか、さっぱりですねこれ。コンデンサーが吹いてそうなやつもないし、まあ見えるところのコンデンサーは。特にいけてそうな感じがしますね。とはいえ、まあ私が見た感じではもう全くわからないんで、一旦ですね、こちらの方の機械はまあ眠らそうかなと思っています。まあ、眠らすイコール捨てるっていうわけではないんですが、まあ、眠らしといて、でこちらのちょっと CD の改善、この改善を行って、でからこちらの方のもう本当にまた潰れた機械っていうのを仕入れて、表示パネルだけ息にしたいなというところで、また表示パネルの部品をどっかで手に入れるかっていうのをちょっと今後ですね、視野に入れて、修理の方をしていこうかなと思います。まあ、そんなところですね。特に直せるわけでもなく、どうしようもないな。はい。見た感じ、コンデンサーも、まあ、一回ちょっと掃除かけてみます。それでどうなるかですね。掃除の問題がありますね。掃除の問題が。はい。掃除終わりました。一旦ちょっと電源入れてみます。はい、無情にも表示はされないと。でもこれ表示パネルが壊れたにしてもちょっと不思議なのは、この辺の青いランプとか、要は表示パネルだけじゃないんですね。ここの青いランプも光らない。でもCD は動いたりボタンは生きていると。ただここの青色 LED が光らなかったりとかするんで、もしかしたら表示パネルの電源が死んでいる可能性がありますね。要はこのボタンは生きているんで、ここの色を光らせるっていう、その電源光らせる行為自体は問題なくて、電源が供給されてないのかなという感じもするので、こちらのですね、この基板の下にこの電源の基板があるんですが、これがまあまあ汚いんですよね。とはいえこれを取ろうと思うと結構労力がいるので、まあ今回はちょっとやめとこうかなという感じです。ちょっとまあ時間の問題もありまして、まあちょっとこれをやると、とてつもなく時間が押してくると。まあ時間もかかってくるんで、ちょっとその辺はまた、大きく時間を取れるときに、やっていきたいと思いますし、まあその辺の、まあ表示パネルの、修理大作戦ということで、まあそれを一つの動画としてやってもいいかなという気もしますし、まあ、その辺ちょっと考考えていきたいなと思います。まあ、今回はとりあえず見た感じではわからないというところで、まあ、一旦ですね全部戻してでからまあ、再生できるか見て終わりたいと思います。また次回ちょっと部品が今日仕入れれたらまた続編をやっていきたいなと思います。でまたちょっと告知なんですが、前にパイオニアの LD を修理したという、まあ、修理して失敗したというちょっと続編の方もやっていこうかなと思います。で実はその続編をするためにLD を部品を取るために購入いたしまして、まあ、そちらの方の LD から部品を取って直るかどうかっていうような、まあ、ちょっと動画の方をやっていきたいなと思いますんで、まあ、そちらの方もよろしければ見ていただければ非常にありがたいです。ですので、まあ、今回は、一部成功、一部失敗ということで、本日の動画は終わりたいと思います。ちょっとなんやかんやでちょっと長くなりましたが、本日は以上になります。ご視聴の方ありがとうございました。